この世界の片隅に、この世界の片隅に、この世界の片隅に、は、河野文代による日本の漫画作品である。漫画アクション、双葉社にて2007年1月23日号2009年1月20日号まで連載された。単行本は、同社より2008年から2009年に、上、中、下巻の形式と、2011年に、前編、後編の形式で発売された。書誌情報参照。2011年8月5日に日本テレビ系でテレビドラマ化された。2016年11月12日には片渕主治家監督による同名の劇場アニメーション映画が全国公開された。2018年7月期に TBS 系の日曜劇場枠にてテレビドラマ化された。河野文代の出世作となった夕凪の町桜の国に続いて戦争と広島をテーマに描いた作品である。ただし、夕凪の町桜の国と異なり、主要な舞台は、広島市ではなく近隣の軍港、呉に設定されている。本来原爆を語るような立場ではないにもかかわらず、夕凪の町桜の国により、原爆作家と見られることに抵抗を感じた作者、原爆以外の死、戦争全体にもう一回向き合わなければ、バランスが取れないとの思いにより、自作として激しい空襲を受けた広島県の軍と呉を舞台に戦争の全体像を描いた本作に着手する。単行本下巻の後書きでは、作者自身が誰も彼もの死の数で悲劇の重さを測らねばならぬ繊細ものをどうもうまく理解できていないことを背景として、そこ、戦時中にだっていくつも転がっていたはずの誰かの生の悲しみやきらめきを知ろうとしましたと記している。2006年初めから翌2007年初めにかけて発表した戦前期、1930年代の広島を描いた3編の読み切り短編作品、冬の記憶、大潮の頃、波のうさぎ、いずれも主人公、浦野すずの幼少時がテーマとなっているに続いて、漫画アクション市場に本作の連載が開始されることになり、2008年1月にはコミックス対抗本、上巻が刊行された。河野にとっては通算7本目の単行本化作品となる。単行本の累計発行部数は130万部を突破した。本作品のストーリー本編は1943年、昭和18年12月、すずが秀作と出会い翌年2月に2人が祝言を挙げるところから始まるが、コミックス化に際して、上記の3編も本編のプロローグ部分として上巻同時収録された目次の配列はストーリー上の時系列に沿っている。書室掲載時とコミックスでは各回ごとに18年12月というように昭和元号により舞台となる時期、年、月を示す部タイトルが付されている。ただしプロローグの3編については書室時に時期設定が明示されていなかったため、コミックス収録時に新たに付された。また、書室掲載時は、昭和と平成の元号を介して、年月が一致するように連載されていた。例、作中が昭和20年3月の場合、平成20年3月発行の市場に掲載。翻訳されて、英語版、In This Corner of the World、フランス語版、Dons UN、ディッコインでシーモンで、スペイン語版、エンエストリーンコンデルムンド、ドイツ語版、インディスコーナーオブザワールド、韓国語版、台湾版、シエシエ、在社世界的一遇総イタルが、ベトナム語版、メートル TGC ニアンギアンが刊行されている。昭和9年、1934年1月、広島市江場で少女時代を過ごした浦野すずは、想像力が豊かで、絵を描くのがうまく、自分が体験した出来事を虚実の入り混じった漫画のような作り話にしてしまう才能持ち主。小学生の鈴は海苔を届けるお使いで中島本町に行く途中、バケモンにさらわれる。鈴はバケモンの背中のカゴの中で見知らぬ少年、秀作と出会う。鈴は機転を利かせ、バケモンを眠らせて秀作と逃げ出す。それは夢とも現実ともつかない出来事だった。昭和10年。1935年8月、すず一家は草津の祖母の家を訪ねる。すずが昼寝から目を覚ますと、天井裏から降りてきた見知らぬ少女がスイカの皮を手に取っていた。すずは新しいスイカを持ってくるが、少女の姿は消えていた。兄の陽一は座敷童子を見たのではないかという。昭和13年、1938年2月、すずは同じ組の乱暴者、水原明に鉛筆を取り上げられ床下に落とされてしまう。明は海難事故で兄を亡くし、荒れた家に帰りたくないという理由で課題の絵を描かず、海辺に座り込んでいた。それを見たすずは、明に代わって絵を描いてやる。太平洋戦争中の1943年、昭和18年12月、18歳の浦野すずが、草津の祖母の家で乗りすきの手伝いをしていると、突然縁談の知らせが来る。急ぎ帰宅したすずが覗き見たのは、呉から来た、北条周作という青年だった。翌年2月、呉の北条家でささやかな結婚式が挙げられ、すずの新しい生活が始まる。すずは、周作とどこかで会った気がするが思い出せない。傍目には、不器用で、いつもぼんやりしていて、危なっかしく見えるすずは、北条家で失敗を繰り広げては、5姑の黒村美智子に小言を言われる毎日を過ごすが、美智子の娘である明の黒村晴美には懐かれる。戦時下で物資が不足し、配給も乏しくなる一方、すずは、持ち前のユーモアと生活の知恵で、食料に乏しい日々を乗り切り、次第に、北条家やその近所の人々に受け入れられていく。一方すずは栄養不足が原因でなかなか子供ができないことに悩んでいた。そんなある日、すずは闇市からの帰り道で偶然知り合い、友達のような間柄になった遊女、白麒麟がかつて周作の別れた元恋人であったことに、いくつかの断片的な状況から想像力を膨らませることで感づく。すずは自分が周作にとって麟の代用品なのではないかという疑念にいらちれるようになる。そんなすずのもとをかつて互いに憎からず思う相手だった幼馴染、水原明が訪れるが、すずは自分の心がすでに周作に向いていることを改めて自覚するとともに余計な気を回して水原と自分を引き合わせようとした周作に対して疑念を深める。すずは遊郭まで麟に会いに行くが会えず、討ち入りと勘違いされて追い返されそうになるものの、対応してくれた病床の遊女テルを得意の絵で励ます。後日、すずは桜の花見で再会した麟から、テルはあの直後に亡くなったと聞かされる。麟はすずに秘密を他人に知られることなく、独り占めにして死ぬのも一種の贅沢だ、という旨の死生観を語る。やがて日本の戦況が劣勢になり、軍港の町である呉は1945年、昭和20年3月19日を境に、頻繁に空襲を受けるようになる。それでも、戦時下の日常を明るく過ごそうとするすずだったが、同年6月22日の空襲で、通常爆弾に混ぜて投下されていた、時限爆弾、地雷弾の爆発により、目の前で晴美を亡くし、自らも負傷により右手を失ってしまう。意識が戻ったすずは、晴美を守れなかったことを美智子に責められる。絵を描くための右手を失ったすずが認識する世界は、左手で描いた漫画のように歪んで、見えるようになり、同時にすずは、人の死が日常となった、この世界に順応しつつある自分こそが歪んでいるのだという思いを抱く。同年7月1日の空襲では、呉市街地が焼け野原となり、郊外にある北条家にも焼夷弾が落下する。見舞いに来た妹のすみは、江波のお祭りの日に、広島の実家に帰ってくるように誘う。周作との間柄も、麟に対する嫉妬でギクシャクしており、すずは、北条家での居場所を失いつつあった。一度は、広島に戻ることを決断するすずであったが、帰りの汽車に乗る予定であった。当日の8月6日の朝、すずは、美智子と和解してホニーし、北条家に残ることを決意する。結果としてすずは、その日に広島市へと投下された原子爆弾による被爆を免れるが、爆心地から約 20km 離れた北条家でも、閃光と衝撃波が響き、故郷の広島方面から立ち上る巨大な雲を目撃する。8月15日、ラジオで終戦の消息を聞いたすずは、一億玉砕の覚悟とは何だったのかと激高して家を飛び出す。それまで正義の戦争と信じていたものの正体がただの暴力に過ぎなかったことに思い至ったすずは何も知らないまま死にたかったと独白し泣き崩れる。11月、すずは周作の案内で呉の市街地に出かけ、かつて林のいた遊郭が空襲によって跡形もなく破壊されているのを目の当たりにし、秘密ではなくなってしまった夫と林との関係と、その過去想像を巡らせる。12月、すずは、呉の軍港で、軍艦が好きだった晴美が、死の直前に覗き見ようとした先に、水原の上官であった、軍艦、従順洋艦青葉の残骸を見かけ、その傍らに佇む水原を見かけるが、話しかけることなく去り、自分がこの世界でもう会えない人たちの記憶の器としてあり続けるという決意をする。翌年1月、すずはようやく広島市内に入り、草津にある祖母の家に身を寄せていた住と再会。すずの両親はすでに亡くなっており、住には原爆症の症状が出ていたが、治らなければおかしいと彼女を励ます。廃墟のようになった広島市内で、すずはこの世界の片隅で自分を見つけてくれた周作に感謝しながら、戦災孤児の少女を連れて、呉の北条家に戻る。空襲に怯える必要がなくなった呉の夜には、街の明かりが戻っていた。登場人物の名前の多くは、元素名に由来し、周期表を参考に命名された、例、鈴=鈴、周作=周作。また、関係者やファンからは、継承付けで呼ばれることが多い。例、鈴=鈴さん、住=住ちゃん。ここでは1944年頃までの状況を述べる。なお、車体部分は物語上の設定に関する記述である。原作の各話サブタイトルは、各話の出来事が起こった日付で表される体裁になっており、また前述のように、雑誌掲載時の年月が、作中の年月と一致するような仕掛けが施されている。ただしこれらの日付は2016年のアニメ映画版では整合性のために改めて見直され、すずと周作の馴れ初めを描いた物語冒頭の出来事が皇太子誕生の祝賀ムードに包まれていたはずの昭和年1月からそれより前の昭和8年12月へと変更されるなど年表の細部が異なっている。終戦記念スペシャルドラマこの世界の片隅にのタイトルで2011年8月5日21時から23時24分に日本テレビ系で放送された。主演は北川景子。TBS 系の日曜劇場枠で2018年7月15日から9月16日まで毎週日曜日21時から21時54分に放送された。2018年3月20日に発売された漫画アクション7号の市場で連続ドラマ化が発表された。岡田義和が脚本を担当し、約3000人のオーディションの中から選ばれた松本実公と松坂桃李が主演を務む。撮影は呉から大正15年築の古民家を移築した東京都内のスタジオ内のオープンセットに加え、広島や岡山にて5月上旬から9月上旬にかけて行われる。ドラマオリジナルで現代2018年を舞台にしたパートが描かれる。アニメ映画版についてクレジットにおいてスペシャルサンクス2映画この世界の片隅に制作委員会との表記を行ったのに対し同委員会側は当該ドラマの内容、表現等につき映画に関する設定の提供を含め一切関知しておりませんとの発表を行った。2016年11月12日より本作品を原作とする劇場アニメーション映画が全国公開された。片渕朱自家監督、アニメーション制作MAPPA、東京テアトル配給。風切り日の公開巻数は63巻であったが、徐々に公開規模を拡大し、2017年1月22日時点で、公開巻数198巻、興行収入15億円、動員数110万人を突破しているという。第90回キネマ旬報ベスト10、日本映画ベスト1及び、監督賞、第71回毎日映画コンクール日本、映画優秀賞、音楽賞、大藤信雄賞、第41回アヌシー国際アニメーション映画祭、長編部門審査員賞、グランプリなどを受賞している。映画版の関連書籍として、本作のノベライズ版も出版されている。詳細は、この世界の片隅に、書籍を参照。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。